今日はですね、この間買った格安スマホプリオリ2のですね、メモリーを増設するということで、これもともと8ギガしか付いてないですね。5ギガね。5ギガ、使用量が5ギガしかないということでですね、SDHC32GB を Amazon で買いました。ちょっとこれからそらくんに取り付けてもらおうかと思ってますね。そらくんよろしくお願いします。私はこういうの苦手です。一回電源切った方がいいね。完璧にそこ座って OK。 じゃあちょっと待って、ケース待って、ケースの開け方開けてください。パコってちょっと待ってね。爪切っちゃったから。ちょっと待って、ね、開けるよ。行この音量のところね、爪引っ掛けんのどこでもいいから、ここら辺かな。爪切っちゃったから、するとほら開いた、開きました。これ見てください。これがですね、バッテリー電な。見てほら、マスキングの跡がずれてる。これ中国製だから。それでですね、ここにですね、SIM2、SIM1SD。SIM カードがこれダブル SIM とか言ってね、2枚入るみたいですね。で、これが SD カード。そう。じゃあ SD カードちょっと上げて、それの。こっちかな。どっから開けるんですか。しかしね、本当に。これ9800円、安いよね。32ギガ増設できるし、爪切ったばっかだから痛い。じゃあ俺見せて、俺の手の上に乗せて。これが32ギガの SD ですね。入れ方わかる、うん、間違えないで入れてね。それでいいの、うん。電源オン。見てください。フリーテルっていうのがロゴで出てます。指ボキボキ鳴らさないです。ここにもね。どれ？これ普通の SD の大きさに変えるやつが付いてる。そうそうそう。これでしょ？マイクロ SD。長いな。はい、起動しました。で、これでどこで見るの？メモリーが増えたかどうかって。29.52GB 容量。どれ？容量 29.53GB。 すごいね、うん、やりましたね。 29GB になりました。でも 32GB あったんだけどな。あれでしょ、システムとかで使ってるの。使われちゃってんの、うん、ということで無事増量完成したんで、ここにこれからですね、音楽をガンガン入れて、それでこのアンプでですね鳴らして、このスピーカーで鳴らして。君何後ろ向いてんの。俺の音楽データ3ギガぐらいあるよ。3ギガまだ余裕だよ。ネクサスに3ギガ入ってる。はい、じゃあそらくん何かやってください。ブンスかブンスか、花粉症だからなお前な。ということで無事増量終わりました。これでもうあれですね、立派な、今度あれですね、フリーシムを入れれば本当にスマホになりますね。今はもうミニタブレットみたいな使い方しかしてないですけども。これ何？トラップアドベンチャー。これね、ほら超遅いんだよね。遅いのこれ。すごい使えねえじゃんこれ。一回消してね、うん、一回つけないといけない。ちょっと早くなるの。ほんとだ、なんか一回あれになっちゃうとダメなんだ。待機モードに入ると、これマリオそっくりだよな、うん、マリオのパクリだよね。でも面白い。そうなんだ。ということで、今日紹介したのはですね、これメモリー増設しました。29GB。すごいね。これ私のこれネクサスですね、16GB しか入ってなくて、残りもう 6GB もないです。俺の 2GB しかないよ。え？君のネクサス、これ ?2GB。これ、ネクサス、メモリー追加できないからね、不便だよね。ということでした。